こんにちは、矢島です。今回の動画では、住宅ローンの返済額は必ず上がるという話をしていきたいと思います。住宅ローンを使う方であれば、借りるなら安い金利で借りたいと思うのは当然です。金利が安ければですね、月々の返済額というものもですね、少なくなりますし、余分な費用を払わなくて済むという点で、これは皆さんお考えのことだと思います。その点で言うとですね、今の金利というのは過去10年間で見ても最低水準なので、住宅ローンを利用する人にはプラスの要素となります。しかし今と同じ金利水準でもほとんどの方が数年後に支払い額が高くなるということがあります。で、不動産業者でもですね、こういったことを知らずになのか考えずに、一番安い今の金利で資金計画を組んでいる業者がほとんどです。もちろんですね、今の金利で資金計画を行うこと自体は悪くはないんですけども、ただ数年後に、支払い額が高くなりますよというアドバイスをですね、するのがやはり正しいスタンスなのかなと私は思っております。ではですね、なぜ支払額が高くなるかという説明をしていきたいと思います。返済額が必ず上がる仕組みなんですけども、住宅ローンというのはですね、貸出金利、あなたが借りる金利、これを実行金利って言ったりします。これはですね、店頭金利という銀行が設定している金利から、優遇幅を引いた金利が適用されます。で、この優遇幅というのはですね、最初の特約期間が一番優遇幅が大きいです。で、この特約期間というのはですね、例えばあなたが最初に3年固定を選んだら、その3年が特約期間になります。5年固定なら5年で、今ちょっとこの表にあるのがですね、固定の10年固定というのが、特約期間というふうになっております。で、この表を見ていただくと分かるんですけども、店頭の表示金利が 3.29% になってます。しかしですね、固定特約タイプ、固定10年で借りた場合、最初のですね、実行金利は 0.79 となっております。3.29 からですね 0.79 を引いた数字、2.5% が一番最初の優遇幅となります。で、この10年が終わったらですね、優遇幅がなくなるかと言われたらそういうわけではないんですけども、優遇幅が小さくなります。それがですね、11年目以降完済まで、その時点の店頭表示金利よりマイナス 1.6% となっております。なので、一番最初の優遇幅が 2.5 で、それ以降特約期間が終わった後に関しては、マイナス 1.6 となりますので、今と同じ金利水準でも金利は 0.9% 必ず上がります。 0.9% の金利上昇って月々の返済額もですね、まあまあ変わってきます。それこそ数万円単位で変わってくることがあります。一番最初の実行金利っていうものは安ければ安いに越したことはないんですけども、住宅ローンというものはですね、とても長い返済期間になるものですから、一番最初のこの目先の金利だけにとらわれずですね、トータルで一番安い金利、トータルで一番返済額が少ない銀行を選んでいくのがいいんじゃないかなと個人的には思っております。続いてはですね、銀行の比較をしていきたいと思います。例えば4000万円を35年借り入れした場合、A 銀行の場合、当初10年金利が 0.79% で借りれます。で、11年目以降金利が 1.69% になります。総返済額に関しては4,949,940円となっております。で、一方 B 銀行の場合ですね、当初10年金利は 1.04% なので、 A 銀行よりは高くなります。しかし11年目以降の金利もですね、特約期間終了後も優遇幅が変わらないという銀行もあったりするので、今と同じ水準で考えていけばですね、金利は 1.04 で、同じになります。そして総生返済額を比べると4770万円ぐらいになりますので、当初はですね、 A 銀行の方が安いんですけども、トータルで比べると B 銀行の方が返済額が
170万円ぐらい安くなるということもあります。ちなみにこちらの B 銀行の場合、住宅ローン借りる際の保証料というものも必要なかったりするので、まあ、4000万の借り入れをすればですね、だいたい80万円ぐらいが保証料になるので、トータルで考えると250万円ぐらい安くなるという計算になります。もちろんこのシミュレーションはですね、繰り上げ返済とかを考えていないので、繰り上げ返済をしてどんどん返済していくよという方であればですね、A 銀行の方が得になることもありますけども、純粋に金利だけを比べるとですね、こういった形で B 銀行の方が安くなるということも多々あります。まあ、不動産業者の立場からするとですね、どうしても、まあ、一番安い金利で資金計画をして月々の支払額がこんなに安くなりますよというですね、営業トークを使ってまずは買ってもらうというのがやっぱり一番最初の段階になります。でやっぱりそれ以降のことに関しては何も考えていない不動産業者が正直たくさんあります。金利の説明もですね、まあ、ネットを見れば載ってますし、銀行と話をしてればですね、当然知っているはずではあるんですよ。まあ、逆に知らなかったらちょっと、ね、その業者さんはやめた方がいいのかなとは私は思いますけども、ただ知ってて言わないっていうことも不動産業者の場合たくさんありますので、まあ、基本はですね、お客さんに不利になるようなことはですね、言わないことが多いのかなと思います。なのであなた自身がですね、こういった知識をつけて実際に何が得になるのかであるとか、どうしたら失敗しない住宅購入ができるのかというのはですね、やはりあなた自身が考えていかなければいけないことになります。もちろん当店にお問い合わせをいただければですね、そういったご説明であるとか物件に関しての説明させていただくことも可能でなので、いつでもお気軽にお問い合わせをしてください。本日の動画は以上となります。どうもありがとうございました。